クランチロールをご覧の皆様、ハローエブリワン。それでは一言ずつテレビアニメ天地創造デザイン部の見どころをお伝えいただきたいと思います。トマリさんから順番にお願いします。樋口役、トマリアスナです。個性豊かな生き物たちとその過程でできる試作品たち、ぜひ一緒に楽しみましょう。海原役、竹内涼太です。海原さんが作る可愛い動物はもちろんなんですけども、その他の可愛い動物もたくさん出てきますので、キュンキュンしてください。よろしくお願いいたします。メイド役の大空直美です。こんな生き物がいたのかという驚きの生物も登場します。ぜひご覧になってください。金森役、岸尾大輔です。生命の神秘、動物の不思議がね、分かることはもちろんですけど、とても楽しい作品になっておりますんでね、皆さんで一緒にご覧になってください。よろしくお願いします。水島担当、諏訪部純一でございます。この天地創造デザイン部、ポップでキッチュでキャッチーで魂のバイブスを感じる、そんな素敵なアニメでございますので、絶対見てくれよな。木村役の梅原裕一郎です。作った動物たちには僕らで声を当てておりますので、そんなところも楽しんでいただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。土屋役の井上和彦です。毎回毎回いろんな発見があると思いますけれども、ぜひ見ていただきたいのは私たちのチームワークでした。上田役の原由美です。この作品は楽しみながら勉強にもなる、とっても素敵な作品です。皆さんぜひいっぱい楽しんでくださいね。下田役の榎木純也です。このアニメは大人から子供まで、そして性別問わず誰でも楽しめるような、とても可愛いほのぼのとした、アニメになっております。ぜひ、家族がいる方は家族と一緒に見て、友達とかともね、一緒に見ても楽しい作品ですので、みんなでワイワイ楽しく、見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。面白くてためになる話題の生き物創造お仕事コメディテレビアニメ、天地創造デザイン部、ついに放送です。せーの、見てねー。